行動するのだ。ここにとどまっているわけにはいかない。呪言律令。なるほど、確かにそれならプレゼントにぴったりだ。それに最近八重堂が新しい小説をたくさん出しとるんや。しげるがこの前言ってたんやけど、新刊の中には童話もたくさんあって、子供たちの読み聞かせにちょうどええらしいで。あと小倉美穂さんのとこに新しい絹織物が入って、もしかしたら新しい着物があるかもな。ただ妹さんの服のサイズは覚えとる？もし間違うたら可愛くなくなってまうけど。トーニャの服のサイズ？この間新しい服を買った時は確か、いや、あの子は身長が伸びるのが早いし、俺が覚えてるサイズじゃもう合わないかも。覚えてないなら仕方あらへんな。なら絹織物をいくつか買うのはどうや？もしかしたら
その方が妹さんも喜ぶかもしれへん。そうや、花火をもう少し持っていくのもええんやないか。何日か前に新しい調合で作ったんや。綺麗な模様で音も備え大きない。弟さんや妹さんたちも絶対気に入ると思うで。あとはそうやな、お土産にちょうどええもんと言ったら。ん？ああ、来たか。今宵宮お嬢ちゃんに稲妻ならではのお土産を教えてもらってたんだ。この子には感謝しないとね。でないと何を買って帰ればいいのか皆目。偶然さ、用事でちょうど稲妻を通ったから、家で待つ弟と妹にお土産を買おうと思ったんだ。ただ何を買ったらいいのかわからなくってね。前にテウセルが稲妻の鬼カブトムシを自分の手で触ってみたいって言ってたのを思い出したんだ。だからまずはそいつを捕まえることにした。けど鬼カブトムシを探している途中、子供が森の中を走ってるのを見かけたんだ。その子は魔物の群れに突っ込む寸前でね。その子を止めてついでに魔物を処理したんだよ。それで彼と一緒に宵宮お嬢ちゃんに会うことになったんだ。その後はまあ俺に袋ムジナ退治専門家っていう称号が与えられたってわけさ。ただ残念ながらあの子たちの親は外を冒険するのを良しとしないらしい。だから今回の俺たちの妖怪追跡ごっこももう終わりだ。俺が乗る船もあと数日したら稲妻に着くし、もうじきここを離れることになる。そうだ、宵宮お嬢ちゃん、稲妻ならではの飲み物でおすすめはないかな。飲み物？せやけどかなり長いこと船に乗るんやろ。飲み物は腐りやすいし、保存の効くお菓子の方がええと思うで。三色団子やひよう餅なんかどうや。子供たちは特に三色団子が好きでな。けど団子を食べ過ぎるとご飯が入らなくなるやろ。せやからいつも家の人に怒られとるんや。そういえばテウセルも昔はそうだったな。お菓子を食べ過ぎてメインディッシュを食べられなくなってた。それで親父に散々叱られてたよ。よいみお嬢ちゃん、ありがとう。さてお土産を買うのにモラが足りるか数えてみないと。着物2着に絹織物3反、小説1冊、お菓子が5箱。あと鬼カブトムシも。タルタリアのアンちゃんはほんまに家族思いなんやな。アンちゃんのことか。何もなかったで。ずっと子供たちの相手をしてくれとったし、機会があったら岩尾に剣術を少し教えるっていう約束もしとった。せやけどあんたほんまに知り合いが多いな。どこにでも友達がおるって言うても差し支えなさそうや。そら羨ましいな。もし機会があったらうちも世界を回ってみたいね。いろんなことを見ていろんな友達と出会うんや。ほんで一緒に冒険したりお話ししたり。せやけどまあ父ちゃんの世話もあるからしばらく遠出はできひんけどな。今度稲妻に来るときうちに言わんとこそこそするのはなしやで。せやな、最初にうちの花火屋に来て旅の途中であった新しい出来事を教えてくれるのが一番ええな。姿を残す具現化せよ。
うむ。律令、呪言、ちょ来たいよ。料理の時間、剣に誓う。いざ勝負。任せてください。はっはっ。呪言ルオパー。え、騎士の風格に気をつけます。話が通じないなら有限なるライフ。
許さない。
やっと間違いに気づいたかい。分かったって。
律令直いざ勝負。風よ、私に応えるのだ。姿を残さ。料理の時間だ。一日だ。律令、呪言、律令。思ってもない収穫だ。律令、チョック、呪言、熱々でしょ。風の神よ、きれいにしませんと戦場のお掃除の時間です。神道の権限、チョック、スオパー、よっけ。
で間に合いますね。せいジュゴン、チョック、リツリオ。チョッ、師匠の技を喰らいなさい。チョック、ジュゴン。やあ！スオパー！いや！チョック、律令、呪言。熱々でしょ？はぁ？剣に近い。岩の重さは安心できます。やっ！いざ、律令、チョック、呪言。はっ！メイドの礼儀に気をつけます。はっ！やっ！たっ！とても満足です。助けが必要な方がいるはずです。必要な方がいるはずです。やっ！とても満足です。やっ
チョック、律令チョック、セッハ、いざ勝負。遊びに行こうか。収集のつかない仕事じゃないといいが。開けさせて。律令呪言、料理の時間だよ。風、私にチョック呪言、有限なるライフ、律令。
熱々でしょ。大量大量。チョック、律令、チョック。スオパン。うん、実に幸運な一日だ。十五。リッツリー、アツアツでしょ。綺麗にしませんと。チョック、律令、チョック。スオパン。岩の重さは安心できます。天井のお掃除の時間です。や、律令。剣に誓う。十五。熱々でしょ。手。埃をきれいにしますね。これで間に合いますね。綺麗にしませんと。チョック、スオパン。はっはっ、それ
呪言律令チョック雷光意図美しきかな風よ私に応えるのだいざ勝負律令呪言チョックルオパーメイドの礼儀に気をつけますジュゴン、リツリュ熱々でしょ？いざチョック律令呪言いざ勝負剣に誓うそれやえっ助けが必要なかったやっやっような方がいるはずです。
間に合いますね。必要な方がいるはずです。埃をきれいにしますね。助けが必要な方がいるはずです。
呪言。話が通じないなら叩き助けて。食堂任せてください。騎士の風格に気をつけます。直律令。振動の権限。いざ勝負。熱々でしょ。きれいにしませんと。たっやっ。これで間に合いますね。律令直風よ、私に応えるのださ。任せてください。メイドの礼儀に気をつけます。律令呪言。早くわらわにも見せてくれぬか。直呪言。直みんなも宝が手に入るといいな。
や。呪言チョック律令師匠の技を喰らいなさい。クオパー剣に誓う。いざ。岩の重さは安心できます。チョック、はっ、さっくりてっ、律令雷光いと美しきかな。チョック、熱々でしょ。いや、律令呪言いざ勝負。風の神よ、我らを導きたまえ。具現化せよ律令。綺麗にしませんと。Thank you.
間に合いますね。助けが必要な方がいるはずです。
しましょう。Thank you.
間に合いますね。間に合いますね。間に合いますね。
要な方がいるはずです。これで間に合いますね。チョック、十五。熱々でしょ？姿を残さん、チョック。やっ！たっ！料理の時間だ！は？岩の重さは安心できます。戦場のお掃除の時間です。とても満足です。
律令呪言せや剣に誓うよっはいそれはふっやっ任せてくださいリツリオチョックさあ風の神よ我らを導きたまえはあさあチュッさあyou
熱々でしょ。かけっこしましょう。チョック、律令。いざ、振動の権限。おとなしくしな。しっかり立ってな。火の用心。呪言、チョック、呪言。ラグサのリン。具現化せい、律令。いざ。呪言。チョック。料理の時間です。メイドの礼儀に気をつけます。Yep.
方がいるはずです。これで間に合いますね。十五。スオパー。ヘッ。綺麗にしませんと。それ、いや。リッツ流十五チョック。風の神よ、我らを導きたまえ。料理の時間。十五。リッツ流。必要な方がいるはずです。チョック、リッツ流。師匠の技を喰らいなさい。任せてください。うん、やっ、たっ、せっ。神道の権限。ジュゴン、チョック、リッツ流。えっ、これで間に合いますね。で間に合いますね。必要な方がいるはずです。
ますね。必要な方がいるはずです。これで間に合いますね。必要な方がいるはずです。必要な方がいるはずです。思ってもない収穫だ。あっ。
チョック。オーパー。岩の重さは安心できます。騎士の風格に気をつけます。律令チョック。熱々でしょ。いざ呪言。風よ、私に答えるのだ。チョック。任せてください。料理の時間だよ。いざ勝負。呪言リツリ。ウオパー。はっ。岩の重さは安心できます。呪言リツリオ。雷光いと美しきかな。風の神よ、我らを導きた。はっ。それ。リツリオ。はっ。メイドの礼儀に気をつけます。はっ。きれいにしませんと。やっ。せっ。チョック。呪言チョック。あったあったでしょ。やジュゴン、チョック、ジュゴン。料理の時間です。岩の重さは安心できます。はっ。リツリオ、チョック。いざ勝負。風よ、はっ、オーパー。ぬっ、はっ。やっ。ジュゴン、リツリオ。せよ。きれいにしませんと。戦場のお掃除の時間です。チョック、呪言リツリオ。料理の時間。はっ。チッ。やっ。有限なる雷光。チョック、呪言チョック。話が通じないならこの程度の傷。せっ。さっ。剣に誓う。さっ。リツリオ。せっ。いざ。チョック。呪言。
律流。風の神よ、我らを導き、チョック。ウオパー、任せてください。騎士の風格に気をつけます。はっ、はっ、せっ。律流。神道の権限、チョック、呪言、律流。あつあつでしょ。実に幸運な一日だ。Thank you.
チョック。ルオパー。大行意図美しきかな。律令十言チョック。熱々でしょ。十言チョック十言。 チョック十言。いざ勝負。チョック。律令。ルオパー。やチョック。 十言律令。で、任せてください。や。熱々でしょ。それ。十言チョック。いざ。 律令チョック律令ルオパーイオチョックはっでチョック話が通じないなら叩くまでしょう。やっうふんはっチョック。
騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。律令料理の時間だよ。きれいにしま来光へと美しきかな。チョック律令、うんうん、剣に誓う。戦場のお掃除の時間です、うん、いざ、うん、呪言チョック呪言リツリオ。はい。やはりまだダメか。風の神。わり。綺麗にしませんと。騎士の風格に気を。料理の時間だ。神道の権限。やはり。や。呪言チョック。やはりダメだった。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。
星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。しましょう。しましょう。